鹿島アントラーズの岩政大樹監督、41、が19日、FC 東京戦、20日、鹿島、お前に取材に応じ、無失点での連勝の記録について、記録は気にしていない、と病状心を強調した。現在、鹿島は5戦連続無失点勝利中。6試合連続での無失点勝利となると、J1 では1位タイ。ただ、90年代は延長 V ゴールの形式があったため、90分に限定すると、東京戦で無失点で勝利すれば新記録になる。指揮官は、前節の名古屋グランパス戦でクラブ初の5戦連続無失点勝利にも、そういう記録を、ことさらに扱うと止まるというのが僕の経験にあるので。ここでもあまりコメントしたくない、と話すにとどめていた。この日も、チーム内で一切、話はしていない、とさらり。現在はチーム競争の激化を歓迎していることを強調し、選手の競争が始まって成長期に入った。個人としてもチームとしても自信をつけていてすごいレベルの練習が行われている。どこまで伸びていくのか楽しみ。記録は気にしていないです、と、無失点連勝フラグには無関心だった。